どうも、青恋チャンネルです。皆さんこんにちは、こんばんは。イケボ担当その1、マサルこと伊野マサルです。イケボ担当その2、タツこと全財達也です。このチャンネルは僕たちイケボ担当2人と萌え担当つか子による3人ユニットでお送りいたします。新年明けましておめでとうございます。新年明けましておめでとうございます。皆様、今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、はい、明けましたね。明けたね、マサルさん。明けたね、タツ。はい、2023年です。そうだね。そして今回でなんと、うん、第10回目になります。10回目。第10回目か。第10回目ですか。いつもそれ言うの俺担当だったのに言われちゃったな。あ、そうです。いつも盗みました。俺が言ってるのにな。いいよ、はい、やっぱ新年だからね。うん、新年だからやっぱ新しいことにも挑戦と。確かに、そういうこと言うね、タツ。はい。ちなみにタツ、お正月なんかしてた？はい、なんかしてたはするか。何してた？そうだな、うん、一言で言うなら、一言で言うならって自分で言ったから難しくなっちゃったな。うん、一言でじゃあ。みかんを食べました。お、いいね。みかん食べた。マサルは？俺、一言で言うと、うん、お餅食べてた。あ、だから2人とも、うん、もう食べ正月だね。そうだね、食べ正月だね。寝正月ではなかったね。あ、いいんじゃないですか。まあ寝正月もいいけどね。うん、そうだね。まあでも皆様、うん、おこたで寝て風邪ひかないように気をつけてください。うんうん、その通りです。風邪をひきやすいから ね。 ね、でも気持ちいいんだよね。気持ちいいね、おこたは気持ちがいい、うん、ついつい寝てしまう。だってこたつから出て布団に行く時が一番寒い。うんうん、ああそうだ ね、 ね、あそこで風邪ひくからね。そうなんだよ、ね。うん、だから僕なんかはね、こたつで温まってる間に、うん、湯たんぽ用意して布団に湯たんぽ入れて、うん、冬は寝るようにしてます。あ、うん、マスターしてるね。マスターしてるね、冬を。冬マスターです。うん、いやー、だってさ、あの冷え性なんで、うん、足がもうキンキンに冷えてるから、うん、布団温めておかないと、うん、全然布団があったかくならないのよ。わかる。わかるでしょ。わかる。わかってくれる、ま、末端冷え性ね。うん、わかる。だからこういう時期はね、朝ね、うん、足が冷たくて起きるのよ。みんな共感してるんじゃないですか、ね、この話に関しては。特にさ、男子はさ、うん、あの身長高い人が多いと思うんだけど、うん、布団が短いのよ。それに対して使ってるのが私。起きるとだいたい足出てるのよ。だから寒くてね、うん、しょうがないね。いや、もう俺めちゃくちゃ丸まってるよ。いや、わかる。多分足が出て寒いから寝ぼけたまま体育座りを横にした状態で寝てるよね。あれね、一番安心する格好と言われているね。ね、一番安心するって言われてるよね。うん、でも寒いんだけど冬の布団の中が一番気持ちがいいんだよね。それはね、完全同意ですね。うん、夏はあちい、うん、あちいって言って布団を、うん、脱ぎ去って起きちゃうんだよね、結構。そうだね。冬は寒い寒い、寝たいってなるんだよね。まあ冬の方が睡眠はだから充実するよね。うん、そうだね、いい睡眠をとりましょう。うんうん、皆様いい睡眠をとりましょう。そう、はい。というわけで、うん、タツさ、はい、おみくじ引いた？おみくじ引いた。お、引いちゃった。気になっちゃって。俺、何当てたか当ててあげようか。おみくじの結果当たるかな。タツが何を引いたか俺には分かる。嘘。うん、いたの？俺の後ろに。いやいやいや、後ろとかじゃないよ。君の心に俺はずっといるよ。なんだそれ。ちょっとよくわかんないね。まあまあまあ、きっとタツはまあ、うん、大吉だろうなと。え？思っておりますよ。なんでわかった？なんでわかった？そりゃあだって僕が大吉引いたからだよ。
あ、そういうことか。それを自慢したいがゆえに言ったわけじゃないよね。いや、そんなことはないよ。すごいね。じゃあ2人とも大吉だ。お、これは幸先いいぞ。お、よくわかったね。心の中のリトルマサルがそう言ってたのか。うん、そうだよ。俺の心の中にいる。大吉だね。よかったね。ありがとうね。そっか、引き寄せてくれたのかもしれない。うん、かもしれないし、うん、まあ本当に今年僕たちがいいことあるのか確定してるのかもね。わかんないけど。なるほどね。うん、それを先に教えてくれたのかもね、神様が。いい新年の入りになりましたね、じゃあ。うんうん、いやいや、皆様も何引いたのかぜひぜひコメントに書いていただけると。ぜひぜひ。おめでとうって心の中で思っておきます。リトルマサルがみんなの中にいるリトルマサルが言ってくれるのね。、はい、そうだね。、うん、ちなみにさ、うん、去年はさ、あの初の BL 音声ドラマをタツとやらせていただいたりさ、うん、あと、うんうん、あれだよ、できるオメガは、うん、年下アルファに抱かれたいの収録に参加させていただいたり、いろいろあったじゃん、はい、ありましたね。去年はすごい充実したいい、ね、そう、いい生活というか、うん、過ごさせていただいたね。はい、なんかずっとかぶってるね、今言いたいことが。そうだね。お互い探りコメントを言った結果、うん、ずっとかぶってたね今。そうだ、シンクロしすぎてるのかもしれない ね今ね。いや、うん、いいことだよ、きっとこれはいいこと。いいこと、うん、今年のさ、だから、うん、去年はね、うん、そうやって充実したけど、うん、今年の抱負とかありますか、マサルさん。いや、もちろん、うん、この青恋チャンネルをもっともっといろんな人に聞いてもらいたいな、見てもらいたいなっていうのはあるけど、うんうん、なんだろう、僕の中での目標というか願望みたいなことで言うと、うん、なんだろうな、なんかこういう役やりたいって感じであるんだよね。うん、うん、あれがやりたい。あれ、うん、あれ。え、それ俺に言わせようとしてるの？あれがやりたいの、うん、何って聞いて、俺に何って聞いて。あ、そういうことか。うん、マサル、うん、あれって何？スパダリ。わかりやすいね。そっか、スパダリやりたいんだ、うん、マサル。スパダリやりたい。皆様、スパダリってなんだかわかりますか？わかるんじゃない？わかるかな、さすがに、うん、やっぱり、うん、聞いてる皆様はわかるかな。スパダリっていうのは、うん、スーパーダーリンの略です。スーパーダーリン、もうすごい、うん、なんだろう、完璧な男をやりたいな。あ、それは新しい挑戦かもね、うん、ナサルからしたら。そうだね、やっぱ、うん、普段の俺抜けてるとこちょこちょこあるからね、自分で言うのもあれだけど。あ、でも聞きたいな、マサルのスーパーダーリン。スーパーダーリン聞いてほしいな、うん、何でもできるマサルでしょ、うん、そう、何でもできるマサルです。何でも俺に任せてみたいな。でもそういう感じじゃないんで、いろいろもう陰でパパッパパッ、あ、クールにね、そう、やっといたよみたいなね。これだろ、お前の求めていたものは、みたいなね。あー、なるほどね。やりたいなっていうのが、うん、今年はだから、まあ、スーパーマサルになりたいっていう、うん、スパマサってことか。スパマサだね、目指すはスパマサです、今年は。今年の抱負は、いいと思います。はい、うん、そしたらタツはなんかある、今年の抱負。僕はね、だから学生やりたいな。学生やりたいね。どっちかというとだからスパダリの逆かもね。ああ、なるほど。まだ未熟な自分というか、未熟な人をやりたい感じで、できる男じゃなくて、うん、できる男になりたい男みたいな、そっちの若者の方がやりたいかな。ああ、なるほどね。もうドラマできるじゃん、じゃあこのやりたい2つの役で。確かに確かに確かに。その成長したいタツを陰ながらサポートするスーパーマサル、うんうん、あ、面白そう。てかいい、ね、スーパーマサル、マサルが出演するの、それ。え、違うの？え、そういう話じゃなかった今。違うのかな。あ、そういうことか、うん、めちゃくちゃリアルに寄ってるね、それ、うん、そのしょぼしょぼ達也。しょぼしょぼ達也じゃないね、なんだろう、あと一歩足らない達也。あ、惜しい達也ね。惜し達、惜し達とスパマサ。うん、惜し達とスパマサだね。なんかあれだね、
前さ俺の誕生日にやってくれたさ、うん、羊感あるねなんか、うん、あーでもそうだね、うん、まあでもあの羊なんでもできるのかな。あーあー見えてね、うん、スペックはすごいんだろうなって思う。確かにスペックすごいのにああなっちゃったんだっていう、うんうん、ちょっと気になる方でまだ聞いてない方はね、あの羊あるの で、ね、羊のね、うん、タツが羊をやってくれた物語がこのチャンネルあるのでぜひぜひそちら聞いてみてください。よろしくお願いします。いやいやいや今年はいい年になりそうだな。そうですね。あそうだそうだそうだ、あのね、はい、あのねあの実はあの一個情報が入ってまして。お何ですか。タツ気になるこの情報何か。あもう急にそんな方向転換されたら気になって仕方がないですね、うん、うん、緊張してきたそれで、うん、ちょっとなんか硬くなってきました体は。いいねいいね、あのね、うん、実はね、いいねいいねやっぱねこのチャンネルはタツが緊張してこそだからね。あはい、なんですか、はい、なんですか。あの実はね、はい、青恋チャンネルに、はい、またゲスト様が遊びに来てくれることになりました。おーおーおー、いやでも緊張もちろん、うん、ね、緊張はしますけど、うん、楽しみの方が6割です。なるほど、確かにもう1回ゲスト会を経験した達也はちょっと成長した、はい、成長しました。あら今年の達也はちょっと一味違うぞっていう緊張は、うん、まあ、しますけど、あ6、4です。緊張を楽しむ達に進化していこうって。そうです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 。いいね。よくわかってるね。いいね。この1年で、ね、どこまで達が緊張に対して楽しみをね、うん、上乗せできるのか楽しみだな。今年の抱負そっちになっちゃった。確かに緊張を楽しむになったね。うん。というわけで、はい、詳細はまたお知らせしていきますので、うん、お楽しみに。はい。青恋チャンネル。はい、というわけで、はい、2023年初動画だったけど、タツどうだった？いや、あれですね、うん、新しい、うん、ちょっと一皮むけたような、うん、そんな感覚があります。正直確かに、うん、はい、なんかいい目標ができたね、お互い、うん、うん、まっすぐを向いて、うん、マサルと一緒に、はい、同じ目線でいけるんじゃないかなって思ってます、うん、お、一緒に楽しんでいこうな今年も。はい今年も、頑張りますので、はい、皆様一緒に歩みましょう。はいはい、はい、それでは、次回動画も皆様何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、イケボ担当その1マサルとイケボ担当その2タツでお送りしました。また見てね。本年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくね。